ドスンとボムボムパニック。これね、これすごい面白いことで、ほら見てこれ、このボム連打見てこれ、これすごくない？めちゃめちゃひたすらボムを連打してきて、よいしょ。これで、この右の方のね、この右の方の、箱がどんどん壊れていって、まずはこれでクリアができますと。最初はチュートリアルだね、こんな風にしますよと。いや、この超連打面白いよね。ボムめちゃめちゃやってくるってさ。そしてここからが本番。やってきたボムをうまいことここに入れる。入れる。合図に調子いいぞ。はい。てれててれててってれってってれ。リズム天国みたい。マリオのリズム天国みたい。てれれ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 れ。いやこれ超楽しいよね。めっちゃ好きなんだけど、爽快感がありながらもちゃんと楽しいっていうさ。あ、これはなるほど、これは位置をちゃんと考えながらボムを打っていけばいけるっていう感じかな。ちょ、むずいむずいぞ、結構これむずいぞ。ちょ、ここ危ない危ない、死んで死んじゃう。待て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 、これはパニックになる。待て待て待て待ってくれ、危ない危ない危ない。ちょっと一回待たないか、一回待たないか、一回待とう、一回待とう、一回待とう、ちょっと危な、ここ開けて、まずはとりあえず、あ、危ない危ない危ない、上の方、あ、上の方むずくない？上の方めっちゃ難しいんだけど、これこうかこうして逃げる、逃げる逃げる、危ない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 、あと一個どうしたらいい、これあと一個どうしたらいい、一番上にこうかこうして逃げる逃げる、危ない危な、これでなんとかいけるよね。これで、パウトカット、OK。いや、超楽しい、これ。次は、このボムちゃんを使いながら、よいしょ。待てよ。待て待て、これ大丈夫か、大丈夫か。ちょっと怖いぞ、怖いぞ。怖いぞ、大丈夫か。左の方に来るか、左の方に来る。大丈夫、これ大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。うわ、うまいこと言ってるぞ。割合うまいこと言ってるぞ。うまいこと言ってる。待て待て、あー、待て待て待て。ちょっと待て、あー、ちょっと待て。ちょっと待って、あーちょっと、あーナイスあーナイスナイス、うまいうまいうまい、あ、こっちにやってくるんだけど、ちょっと怖い怖い怖い。1回に2回ぐらい投げればちょっといいのかな、多分。あ、ほらほら、あ、なるほど、これちょうどいい、うまいうまい。1回に2回ぐらい投げれば、これ自分でいかないといけない、自分でいかないといけない。もう壊して、待って待って、これこうなるともう、こうなるとむずいぞ、こうなるとむずい、こう、オッケー。あと1回かな、あと1回、あと1回で、待てよ、こうして、こうドカン、やったー。いや、これマジで楽しいな。この矢印の群れは一体何なんだ。いや、うるせえ、画面がうるせえ、ボス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 、分かったわ。やかましいわ。これなんだっけ、あ、なるほど、このこいつを使ってクッパにクラエット、待て待て待て、クラエットカン、あー、危ない危ない、待て待て待て、クラエとか、あー、待て待て、クラエクッパとかクラエクッパとか、待て待て、ね、むずむずくないとか、あ、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、危ない、待て待て、ちょっと待て待て待て、ちょっと一回待て、ちょっと一回待とう、ちょっと一回待とう、落ち着け落ち着け、落ち着けばいける、落ち着けばいける、あー、待って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 、怖い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 、怖い怖い、あー、どうしたらいいのこれ、やばっ、ちょちょちょ、待って待って、あのボムどうにかできない、いやー、あっち行きたいけど怖い、あー、マニアットか、危ない、マニアット、マニアット、クラエット何発だ、あと何発だ、あと何発、いや、強いぞ、くそ、あー、待って、あー、さあ再チャレンジ、よいしょ、さあボムをどんどん当てていこう、この近くに、あ、ここに来てくれたら一気にボムが当てるから、あ、なるべくさ、こっちに来てくれたら、よいしょ、ドン、オッケー、1発、2発、いいの、調子がいいぞ、3発、4発、5発、7、6発、7発、あ、めちゃめちゃ調子が良かった。めっちゃ調子良かったぜ、今の。速攻できてしまった。何これ、あ、コイン、ありがとう。何この斬新なコインの渡し方、ありがとう。さあ、コインをどんどんゲットして、ゲットして、ゲットして、最後に自身が死んで鍵ゲットと。そこまで自らの身を削ってまで、ありがとうドスン。さあ、その、下に降りてきて、エンド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 、うるさい、うるさいぞ画面が。オッケー、これでクリアができました。おーっと、50コインが浮いている。いや、このコース超面白かったね。はい、ということでドスンとボムボムパニック、皆さん向ければ遊んでみてください。返して、僕の甲羅返して。タイトルに釣られてちょっと遊んできたんだけど、この上の方は何もないかな、何もなさそう。じゃあこちらに入ろう。土管に入ると早速コースが始まるよね。ノコノコラブ、ノコノコラブって書いてあった。え、
あ、どういうこと？あ、のこのこちゃんいるね。あ、あーそういうこと。あーこれコーラを追いかけるんだね、多分そういうことだ。だからコーラを追いかけてそっちに行っちゃうんだ。なんてむごいことを。なぜこれを思いついたんだ。でも面白いぞ。じゃあ次はコーラが、やってきて、さあコーラをこちらに運びます。いよいよ、いよいよ、あ、いよいよ、あ、そのままいけるじゃん。そのままいけた。さようならのこの子ちゃん。さあ第3ラウンド、次はキノコに当たらないようにうまいこと避けながらだよね。だからこれぐらい、これぐらいで、あー、ちょっとちょっと、一回打つこう。これぐらいと、これぐらいと、あーちょっと疲れてるじゃん、疲れてるじゃん。待て待て、今行っちゃダメだ、今行っちゃダメ。よしよしよし、来い来い来い、おい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 。あ、ちょっとはむずいぞ結構。こうして、でちょっと待ってからこうで、またちょっと待ってからこうだ。これ完璧でしょ。いやこれでいける。オッケー、のこのこちゃんさよなら。いやマリオ相当むごいことしてるぞ。のこのこラブ、のこのこラブじゃねえんだわ。とりあえずこちらに入って、でも中断があるからまだまだ楽しめますねと。今なんかマリオこっち向いてなかった、こっち見んな。なにこれ、ええ、どういうこと、扉入るのか、入る。あー扉入るとスタートして、とりあえず投げてみるか、とりあえず投げてみる。はい、あ、そこに自ら、あー自ら。やめて差し上げろ。次がこれ、次も入るんだよね。入って、いやでもこれ面白いな、使い方面白いね。なんかコーラをうまいことあちらに、行け、あちらに、あれどうしたらいいんだろう、これこのタイミングか、こうだね。うまいことコーラをあちらにやったらノコノコが自滅してくれると。いやーいいな、でも面白いな。ここに入ってからの、コーラちゃんをこのタイミング、オッケー、いけた。これでノコノコちゃんが、落ちてくれると。さあ何これ、サンクス、コーラが、コーラがあっちにあるよ。さあどうなるどうなる。あ、コーラに戻って、あ、よかったね、のこのこちゃん、無事にコーラをゲットすることができましたと。するとどうなる、なんで。最後はコーラと一緒にみたいに、なんで。かわいそすぎんか、のこのこ。のこのこちゃんよ、永遠に。これもまさかマリオの罠だったのかな。残酷すぎるぞ。これ上に行ったら実はなんかあるとかある、なんかあるとかある、なんにもなーい。じゃああとは、こちらに登っていってゴールができましたと。いやいいね、これまた面白かったね、アイデアが。のこのこの甲羅に、のこのこがついていくっていう習性を使って、甲羅を動かしてのこのこを阻止するっていうコース、皆さんもよければ遊んでみてください。返して、僕の甲羅返して。それでは、また次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。